が欲しいエスパルス。怪我から復帰、今シーズン初出場となる村松をアンカーにした4-1-4-1の布陣で臨みます。前半11分、大前から長澤へ落としたところ、こちらも怪我から復帰した竹内が狙います。18分、竹内から右サイド枝村へ、ワイドな展開からクロスに金子、ベガルタゴールに迫ります。すると19分、北側から斜めのパスが大前に通ると、この位置から右足一閃、これはすごい。エスパルスが先制します。元気らしい。許したんで、まあ、シュート打てば何か起こるかなっていうのは考えてたんで、まあ、枠にうまくいって入ってます。しかし36分、中央から元ジュビロの金園に決められ同点に追いつかれます。それでも攻めの姿勢を失わないエスパルスは後半3分、長澤の年から走り込んだ北川。32分、中盤のルーズボールを拾った大前から途中出場の澤田へ、貴重な貴重なゴールでエスパルスが勝ち越します。良かったね、本当にスピードもあるしね。ここからベガルタの猛攻を受けるエスパルス。36分、サイドからウィルソンの突破は村松がブロック。後半アディショナルタイム、ベガルタのフリーキック、これは竹内がクリア。さらにその1分後、またもウィルソンに抜け出されますが、キーパー杉山が好セーブ。その直後のコーナーキック、そして終了の笛、開幕戦以来となる1ヶ月半ぶりの勝利。これを弾みに明日のリーグ戦に臨みます。チャンスが来たら絶対にやってやるっていう、そういう気持ちでやってました。まあ、すごくいい落としが来て前が空いてたんで、もう行ってやろうと思って行きました。個人的にもチーム的にも本当に大きな勝ちだったなと思います。はい、明日からアピールしていかないとメンバーに入るかも分かんないんで、しっかり頑張っていきたいと思います。自分が出るからには結果をこうしたかったんで、まあ球際の部分とか激しくいけたと思うんで、まあ、ある程度は自分のプレーは出せたかなと思います。公式戦7連敗だったんで、やっぱり本当にここで一つ区切りができたと思いますし、また新しい気持ちで明日からやっていけると思うんで、本当に今日の勝利は大きいかなと思います。